え、孔子くんのさ、不快だった時の話していい？え、孔子くんのさ、アンチすごいんだよ、君たち。知ってる？なんか昔ね、孔子くんのアンチがすごすぎるみたいなやつがあって、まとめられてて見たんだけど、なんか第何話の孔子くんのこの行動にイラついたみたいなのがめっちゃまとめてあって、全話見た上で、アンチ活動みたいな。いや、すごいよね。もう叩くために見てるからね。もうその熱量一体、公式を叩くためにそんな一生懸命ハム太郎を見なくてもって思うんだけど、まあそういうのが生きがいの人もいますからね。で、その船長もでも公式くんにはガチでムカついた瞬間があって、公式くんのムカつくところランキング、ちょっとなんだろうな、第2位はちょっとあれですね、ハム太郎さん今あんたでなくしちゃいましたとか言って、めっちゃほーって泣いてるんだけど、なんか孔子くんがどいたらお尻の下にあって、はっ僕の日もあんただーみたいな感じではしゃいでて、待って、これ妄想かも。待って、これ船長の妄想かもしれない。こんなシーンあないかもしれん、もしかしたら船長これ妄想で勝手にイラついてるかもしれない。これ なかったシーンかもしれない。孔子くんのなかったシーンで勝手にイラついちゃってる。これ違うかも。第1位は、でも第1位もあるからちゃんと。第1位はね、とっとこハム太郎の、あ、ネタバレ入ります。でも、この時代にね、2021年にとっとこハム太郎を見てない人はもう二度ととっとこハム太郎見る気がないと見てネタバレします。とっとこハム太郎最終回ね、どんな話が来るかなって思ったら、ジャジャハムちゃんと、孔子くんの結婚式が最終回だった時、ね。どうでもいいんじゃ、お前らの結婚式メインに据えて最終回してくんなって、もうクソイラつきましたね。あれは許せない。いや、もう例えるならだってコードギアスのさ、扇のさ結婚式を最終回で1話やっちゃったようなもんだからね。ねえ、祝ってやってよ。いや、どうでもいい。しかもなんかハム太郎くんは結局さ、最後までさ、なんか恋愛とかには疎いままだからさ、そういう結婚式とか見てさ、リボンちゃんとかがさ、私もいつかハム太郎くんとって感じになってるけど、ハム太郎、へけみたいな。へけじゃねえよ。最後くらい男見せんかい。待って、これさ妄想かもしれん。こんなシーンあったっけ。ちょっと待って、これないシーンでハム太郎叩いてしまったかも。ちょっとこれ船長の妄想かもしれない。ごめん、ちょっとソースなし。さあ、最終回、ちょっとやっぱアンチするならちゃんと見なきゃな。やっぱごめん、気持ち。ちゃんとハム太郎の最終回見てからアンチ活動するわ。ちょっとあんまり、見てもいない。なんかこの妄想でやっぱりね、なかったことでこうやって、ね、叩くのはいけない。捏造するな。みんなも気をつけようね。うん。はい、ということで、21時になります。今日はこんな。